ごといパーツ、ピースバラマーク、よう、始まりました。今日はですね、9月の9、木曜日です。おはようございます。最近の出来事から、話していこうかなと思ってます。おとといか、サッカー大会があって、そこで3チームあって、白、黒、赤チーム。で、俺は赤チームだったんだけど、見事ですね、優勝しました。ありがとうございます。優勝できたのは、やっぱりですね、そこにいたメンバーが、みんな個々にですね、仕事をしてたと。自分の持ち場の仕事を完璧にノーミスでやってくれたから、優勝できたんじゃないかなって思ってます。1試合目は白対黒。うん。それを俺たちは見るとこから始まったんだけど、その試合は同点だったのかな。うん。それを見たときに、うちのキャプテンが言った言葉が、もう2試合目は、まあ俺たちの1試合目なんだけど、その時に、行こう全然相手のチーム声出てないよとか言って、これなら勝てるよつって、俺たちなら勝てる行くよ行こうぜとか言って、可愛い声出すんだけどさ、もう頼もしいんだよね、うちのキャプテンは。それで、なんか、やっぱね、緊張とかそういうのある時って、大きな声とか出すと、緊張がほぐれたりとか、ああ、いろいろあるなと思って。で、やっぱりそのサッカーのゲーム、ワンデー、1日の大会っていうのは、やっぱり勢いに乗ったチームが、やっぱり、1日しかないんで、うん、強いなと。うん。だから最初から勢い乗っていこうよ、みたいな。で、試合に入ると、で、自分たちの1試合目、2試合目っていうのは、同点だったんだよね。うん。それで、まあ、出だしは、そんな良くはない。だけど、いや、負けてない、みたいな。勝ち点ちゃんと取ってるから、いいよ、つって、言っときながら、3戦目、4戦目に、やっぱり、そこで白チームがちょっと、連勝したからで、優位に立ってたんだよね。だから、その白に突き放されないためにも、赤チームは、やんなきゃいけなかったんだよね。3戦目、4戦目。自分たちの3戦目、4戦目は絶対勝たなきゃいけないっていう。そこで、キャプテンがノートを持ってきて、フォーメーションを書くんだけど、1戦目と2戦目と、フォーメーションを変えたの。ポジションも変えたの。で、これが、マジで当たって、で、すごい上手い人、まさもりくんっていう人が、まあ、サイドにいたんだけど、3戦目、4戦目は、トップに置こうっつって、前に置こうっつって。そしたら、その人、いきなり結果出すんだよね。ヘディングで、ドーンっつって、一発入れて。それで、2戦目は、片岡選手が、すごいの決めてて、それで、どっちも 1-0 かなで、逃げ切ったんだけど、ここの連勝ですげえ勢いに乗れたっていう。うん。で、この2戦目、3戦目、4戦目、うん、この4戦目の時に、俺はトップ下で出てたんだけど、大きな、もうこれ決めるでしょっていう場面で、キーパーが素晴らしかったとしか言えないですね。いや、外したんだよね、左足で。で、その時に、キーパーに当たってコーナーキックになったんだけど、その時に、後ろから、後藤っつって、気合注入いただきました、うっちーから。ありがとうございます。だけど、やっぱり、そういう、おいとか、決めろよとか、そういうのもすごい必要だけど、やっぱり、あーとかなっちゃってるやつには、セットプレイあるよここで決めようよみたいな。やっぱりここでもキャプテンの後ろからのでかい声が、いやーっつって、まあこんなずっと考えてる場合じゃないなっていう、切り替えの材料になったなと。いや、めちゃめちゃ良かったっすよ。だから俺はね、この大会で本当に何の仕事もしてないんだけど、まあ最後ちょっと守備頑張ろうと思って、みんなよりも出場時間が短い分、やっぱ走らないといけないから、まあそれ、やっぱ中盤、ボランチ、そうだね、まあエイトとか、タケル、そうだね、そこら辺の選手から、バシバシ言われて、だけど、なんつうんだろうな、胸に刺さる痛い言葉じゃなくて、なんか、背中を押される。うん。そういう言葉だったんだよね。それによってね、まあなんか、
微力ながら優勝に貢献できたんじゃないかなと思ってます。いやサッカーのワンで2大会連続優勝なんです俺。奇跡のな持ってるなと。だけどその優勝するたびにどんどんサッカー好きになるし、うおサッカー面白いとか、サッカー奥深いとか、そしてサッカーから学んで人間自分自体も相当なんかでかくなったのと。やっぱりその一昨日の試合でもね、準優勝で終わることもあった。最後の1試合、最後の、白チームとの一騎打ち、勝ち点が相手は10、こっちは8だと。で、同点だったら勝ち点11、勝ち点9で負けてた。だからうちらは勝たなきゃ絶対いけないっていう条件で最後の試合行ったんだけど、そこで最初2点入れるんだよね。うちらが。っつって。そして、俺が出てから後半、もう後半に1点ぶち込まれました。はい。そこからの残り5分ぐらいかな。守りきるんだけど、チーム一団となって。そこでもしも1点入れられてたら2対2の同点で優勝は白チームだと。だけどそこの5分間を全員がアグレッシブに戦うことにより優勝することができたんですよ。で、この優勝っていうのを味わわないとやっぱ次のステージにはいけないなって。準優勝で終わってたらすげえつまんねえこれからになってたんだよね。だけど優勝したことにより、ちょっと自信もついたし、やっぱ優勝っていいなって。その後のなんか写真撮影とかもさ、全然やっぱ優勝すると違うよね、みんなの顔が。で、まあこんな時期だから抱き合うとかはないけどさ、まあこんなグーとかさ、チとかさ、もうナイスディフェンスだったよとか、回収やばかったよとか、プレスバック半端ない効いてたよとか、左足やばかったねあのクロスとか、センタリングも良かったし、縦の抜け出しも良かったしとか、頭で入れたチーム得点を、ケノスケ君やばいねとか、足怪我してたんよあの実力ってやべえな。本当に優勝して楽しかったです。だから本当にこの優勝記者会見っていうのはね、もっともっと早くね出したかったんだけど、まあちょっといろいろ忙しかったりなんかして、まあちょっと遅れちゃったんですけど、チームメイトの、みんなにはですね心から感謝したいです。そしてね、まあ代表してキャプテンには、ソメには優勝っていう大きなねトロフィーをね渡せたのが、まあ一応メンバーとして渡せたのは本当に良かったです。で、まああと2日とかで俺9月11で42になるんだけど、41歳最後のプレゼントだったなみたいな。自分にとっても最高のサプライズだったし、もうで42、まあ明後日以降はまた優勝を積み重ねて、もっともっと人間的にも成長していけたらなっていう。本当にこの朝練っていう場所をね提供してくれてる人、小石川のスタッフの方、そして主催の、純ちゃんとかさ、カズくんとか勝さんとか、本当にありがとうございます。なんか自分の遊び場って感じじゃないね、修行場、仕事場、楽しい場所なんだよな。まあ昔のように中学生とかその頃の昔に戻れた、自分がいるっていうのは本当皆様のおかげですみたいな、本当思ってます。いやー感謝だね。いやー熱くなれるものっていうのはやっぱ大人になってても必ず持ってないと
いけないものだと思うんだ。うん。どんな変なことしてても、やっぱ熱いものは持ってないと、どっかそれちゃう。どっか目的地変わっちゃうんじゃないかなって思ってます。いやー、一つのね、優勝ってところに、みんなが、ベクトルが向いたのは、ほんとよかったなぁ。うん。だから、前回大会も優勝してすっごい楽しかったし、で、こんなね、楽しいことを2回連続で味わえた俺っていうのは、本当に幸せでした。うん。41歳いろいろあったけど、まあこんなプレゼントはなかったなぁと思って。うん。で、なんなんだよ、みたいな。で、まあその、サッカーは優勝できて、そしてそこのメンバーと、まあ、仲良くもなれて、友達にもなれて、まあ、話してると、まあ、うちのとんかつ屋を宣伝してくれる人がいたり、うん。めちゃめちゃありがたいし、うん。いや、まあ、俺が小石川まで行かなかったら、絶対出会えなかったんだけど、そこでいろいろなね、友達と出会えて、うん。で、俺の YouTube 見てるよとか、ラジオ感覚で聞いてるよとか言ってくれる人がいて、本当になんかやりがいがあるというか、いや、その人のためだけにも、その人のになんだ、楽しんでもらえるよう、恥のないようやっぱ死ぬ気で死に物狂いでかましていかないと俺はいけないんだなと。まあサッカーとは別で仕事でも YouTube でも本当にもっともっとやっていかねえとなっていう、うん、好きなことだけじゃなくて、うん、自分がこれだって決めたものはバチッとやっぱカッコつけていかないとなと。絶対いずれこのチャンネルぶち上がるんで、もう少々お待ちください。だけど毎日本当暇な時でも移動中でも、うん、タイムマシンもどこでもドアもねえんだ。移動中、今は電車とか車とかまだその時代だからさ、その時間に合同一発リディムに乗せてさ、うん、聞いてくれよ。本当にお願いします。本当にためにならないね話ばっかしてるけど、楽しんでくれる人がいる限り俺はぶちかましていかないといけないなと思ってます。で、まあまあ400、500本、まあ、動画撮ってるけど、まあそのうちの何本かしか見てない人っていうのはお前何者みたいな、超ダセみたいな、なってんだけど、まあ一応とんかつ屋やりながらサッカー大好きで、そしてそもそも昔はアーティストだったんですよ。調子こいてるけど、うん、歌歌っててさ、うん、いや本当カッコつけてたんだよね。でそれもさ、やっぱり商売道具にしてたんだ俺は、ラップっつうのね、うん、リーディングに乗せてたわけだ、うん、なあ、そういうのもなんかちょっとね聞かせていけたら、ちょっとより一層ね、この後藤一発ってチャンネルがぶち上がるんじゃねえかなみたいな、ちょっと思ってるんですよね。で、まあちょっと軽くやってみようかみたいな、うん、まあ日頃はそんなやんないんだけどさ、ちょっとやっていこうかみたいな、お前本当にやってたのかみたいな、まあちょっと一発よよ後藤一発よよよよ後藤一発かますぜサプライズ、ここ大東京から決めてく義理人情かっ飛ばすぜ、あっちこっち右左 LSD 何が正しい、どっちみち遠回り、いつかはたどり着ける目的地、よく聞いとけよそこの少年、熱くなるものマジ持っとけ、ボールがあれば友達だぜ、何年経っても俺は俺、また明日小石川でまた会おう、またよろしくな。いいじゃん、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 なんかいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。小石川でまた会おう、約束だぜ。お、かけかけかけ。明日俺にパスをくれ、みたいな。明日、あ、そうそうそう。サッカーね、大会含め3日連続でやりすぎちゃって、昨日の練習とかでは、もうヘボすぎちゃって、後藤さん、
腰重いっすねーとか言って、もうヤンとかに言われちゃって、まあもうおっしゃる通りでーすみたいな。だけど、その後もう悲しかったし悔しくて、体も痛くて、だけど行きましたよ。整体にも行きましたし、銭湯にも行って、もみ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 して、それで今コンディション的にはまあ戻ってきてるんで、で、この後ね、今江戸川区では、なんか、銭湯のスタンプラリーとかやってて、今日5個目貯まればお湯の富士のオリジナルタオルがもらえるという、うん、まあこういうのにも今日行って、まあサウナとかも決めて、体バシッと決めて、明日約束の場所小石川で6時半遅刻しないように行きますみたいな感じで、明日5時起きでねサッカーぶちかましていくんで、これからも後藤一発とサッカーを挟んでだけど楽しい生活をね送っていけたらいいかななんて思ってます。サッカー一つボール一つでこれだけね、なんかまあ自分の中なんだけど楽しい話、面白い話というか熱い話がねできたっていうのは本当にサッカーの神様に感謝です。後藤一発根っからぶっとく今日も最高。あ、そうだ、明日このスパイクでいきます。プーマー。